今回は処刑の次に重かったとされる刑罰、島流しの実態と島流しにあった人々の暮らしについて紹介していきます。現代では情報網や流通網が発達し、離島で生活するのも昔ほどの不便さはありません。ですが昔は離島に取り残されることは死を意味すると言われるほど絶望的な状況でした。皆さんは島流しという刑罰がどれぐらい昔からあったかご存知でしょうか。世界では紀元前から存在していたと言われており、日本では約1500年前の古墳時代中期から存在していました。そんな島流しという刑罰は明治時代に廃止されますが、この刑罰の犠牲になった人は数え切れないほど存在しました。しかも江戸時代ではあまりにも奇想天外すぎる罪状で島流しにあった者もいました。今回は寒気半分、面白さ半分で楽しめる島流しの真実を紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。流罪の歴史。日本書紀には日本で最初に島流しにあった罪人が登場します。皆さんはどんな人物が一番最初に島流しにあったかご存知でしょうか。実は日本の歴史において最初に島流しにあった人物は天皇の娘なんです。古墳時代中期頃、天皇の娘は皇太子であった兄を愛してしまい、密会を行ってしまいます。これに気づいてしまった天皇は、自分の跡継ぎにする予定だった兄だけを無罪とし、娘を遠い四国の地に追放しました。当時の日本は奈良周辺が政治の中心であったため、海を越えた四国の地は立派な孤島でした。それから時代を経て奈良時代に入ると、大宝律令が制定されたことで流罪が刑罰の一つとして確立されました。皆さんご存知の通り、大宝律令はお隣の国中国の律令制度を参考にして作られました。当時の中国において最も重い刑罰が処刑でした。なぜなら中国思想には首と胴体を切り離すと来世に生まれ変われなくなるという考え方があったからです。当時の日本はこれをお手本とし、処刑を最も重い刑罰と定めました。しかしその後、多くの日本人が仏教を信仰するようになると、日本国内では生物の命を絶つことは卑しいという考え方が広まります。これにより本来は処刑とされるべき罪人に同等の罰として島流しを適用するようになったと言われています。ではそんな島流しの実態は一体どのようなものだったのか、ここからは時代ごとに分けて島流しの実態を紹介していきます。意外と人道的だった奈良時代から平安時代までの島流し。先ほども述べた通り、奈良時代には大宝律令の誕生により流罪という刑罰が登場しました。ここでは律令の規定に従って流罪がどのように執行されたのか順を追って説明します。流罪になる場合はいくつかありますが、分かりやすいのは次の3つです。 1. 人の命を奪った場合、 2. 不倫した場合、 3. 窃盗を行った場合です。また昔の日本には冤罪と呼ばれる犯罪者の親族に連帯責任を負わせる制度がありました。つまり犯罪の内容によってはその家族も同罪となる場合があったんです。そして流される場所は罪が重ければ遠い場所、罪が軽ければ近い場所になっていました。これを当時は三流と呼び、昆流、中流、温流と分類していました。罪人を乗せる船は春、夏、秋、冬の4回に分けて出ていました。なので流罪先が確定した罪人たちは出航日まで牢屋で待つことになっていました。次に流罪先までの道中の話です。罪人たちは頭巾をかぶり、鉄製または木製の首かせをつけられます。ですが病人の場合はこれを取ることが許されました。道中の食事は1日にたくさんのご飯と塩が与えられ、決して空腹になることはなかったそうです。そして罪人たちは流罪地に着くと1年間の労役を課せられていました。罪が重い場合は3年間働き、それを終えれば帰郷することが許されます。しかも刑期が終了すると罪人たちは善良な市民と同等に扱われ、生活に困ることはありませんでした。こう見るとどうやらこの時代の流罪はとても人道的な刑罰であったことがわかりますよね。政治目的で流罪になっていた鎌倉時代の島流し。鎌倉時代になると庶民が流罪になることは比較的少なくなります。その代わり流罪に処せられたのが天皇や武士といった権力者たちでした。これは流罪という刑罰が政治的に影響力のある人物を遠くに追放するという用途で使用され始めたからでした。有名な例だと承久の乱で敗れた後鳥羽、土御門、順徳の三条項の島流しがあります。
天皇には絶大な影響力があり、倒幕勢力となる危険性が十分にありました。しかし鎌倉幕府は天皇を処刑するわけにはいかないので、流罪にすることで二度と謀反を起こせないように追放する形を取りました。当然彼らは帰郷することは許されず、見知らぬ地で一生を過ごす羽目になります。また、政治的理由で流罪にあった人物は、親鸞や日蓮といった鎌倉新仏教を開いた宗教者たちがいます。彼らの言論力を恐れた鎌倉幕府は弾圧運動として流罪を行っていました。ですが、親鸞たちが行っていたのは反幕府運動ではなく、あくまでも布教活動であったため、ほとぼりが冷めれば帰郷することが許されていました。神様を流罪にしていた室町時代の島流し。室町時代に入ると、庶民を安心させるためのパフォーマンスとしての流罪が登場します。なんと、室町時代の歴史には、人間ではなく神様を流罪にしたという逸話が存在するんです。流罪となった神様の名前は五条天神といい、疫病退散や豊作を祈る神様と言われています。室町時代では疫病や干ばつが深刻で、飢えた人が人の肉を食らうという異常事態が起こっていました。当時の都は足の踏み場がないほど死体が転がり、推定10万人が犠牲になったそうです。これに対し室町幕府は、五条天神が神様の仕事を果たしていないと勝手な理由をつけ、神様に流罪宣告するという異様な催しがありました。しかしこんなのは庶民たちの不安を抑えるための単なるパフォーマンスに過ぎません。まさか流罪の歴史にこんな奇想天外な話があるとはびっくりしますよね。島に着くまでが勝負だった戦国時代の島流し。戦国時代に入ると各地域ごとに戦国大名が登場したことで、国の秩序が乱れ、落ち武者狩りがいるような危険地域が出現しました。そのため権力闘争に敗れた武士や役人たちは、流罪先に向かう途中で命を落としてしまうケースが多かったそうです。しかし一度流罪先に着くと、今度は現地の人々から熱い歓迎を受けていました。その理由は、彼らの剣術や和歌のスキルが地方の活性化に活かせるケースが多かったからです。例えば関ヶ原の戦いに敗れた宇喜多秀家という武将は八丈島に流されてしまいますが、島では客人として扱われ、食べることには困らなかったそうです。恐ろしい吉宗と面白い綱吉。江戸時代の島流しとは、太平の世となった江戸時代では島流しに会う人などそうそういないイメージがあるかもしれません。しかし実は江戸時代こそ最も流刑者の多い時代だったんです。江戸は100万人が住む大都市として賑わっていましたが、毎年のように犯罪者が増加していました。すると犯罪者を収容する牢屋が激減し、島流しとして処理される罪人が多くなりました。そんな中、徳川幕府8代将軍徳川吉宗が新しい法律を作り、島流しを遠島と改名しました。遠島は刑期が無期限であったため、特別な処置がない限り二度と帰郷できないという厳しい罰でした。罪人たちはこの非道な処遇に絶望し、島から抜け出そうとして命を落とす者が多かったと言われています。しかしそんな江戸時代の流罪の歴史にもちょっと面白いエピソードが存在します。それは生類憐れみの例を出した徳川幕府5代将軍徳川綱吉の話です。生類憐れみの例とは、動物の命を奪った者には処罰を与えるという変わった法律なんですが、実はこの法律があったことで綱吉はカラスを島流しにしたという逸話が存在します。それはこんな感じの話です。ある日、綱吉がお花見をしていると、カラスが彼の服に糞を引っ掛けたそうです。これに激怒した綱吉は、そのカラスを処分しようとしますが、自分の作った法律のせいで、それができませんでした。このままでは怒りが収まらない綱吉は、ついにそのカラスを捕獲し、島流しにしました。ですがそのカラスは、籠から放たれると、見事な U ターンで枝の方角に帰っていったという話です。これ想像するとなかなかシュールで面白いですよね。そもそも鳥を島流しにするなんて発想は、世界広しといえども綱吉ぐらいかもしれません。また多くの江戸庶民たちは生類憐れみの霊の刑罰として島流しに遭っていました。例えば当時流行っていた娯楽に魚釣りがありましたが、漁師以外が魚を釣っていた場合、庶民は島流し、武士は切腹と定められていました。他にも田んぼにいたカモを吹き矢で捕獲した庶民は問答無用で島流しとなったそうです。釣りや狩猟をしただけで島流しに遭うとか、とんでもない時代ですよね。しかしそんな島流しの歴史も明治時代に入ると終焉を迎えます。
明治時代は未開の地であった北海道を開拓するため多くの労働力を必要としました。そこで政府はあらゆる罪人を北海道に送り強制労働をさせることで安価な労働力を手に入れることに成功しました。罪人たちは北海道での生活や釈放後の戸籍などが保障されていたためそこまで不満なく労働していたそうです。それから明治政府は流罪を廃止し代わりに懲役が主流となりました。こうして1500年以上続いた島流しの歴史は終焉を迎えたのでした。いかがだったでしょうか。現在では情報網や流通網が発達し都会も田舎も昔ほどの不便さはありません。しかし流通が発達していなかった当時は見知らぬ土地にたった一人で送り込まれることがいかに絶望的だったかが想像できますよね。あなたはどう感じましたか？ぜひコメント欄で意見をお聞かせください。いつも動画を見ていただきありがとうございます。これからも動画投稿頑張ります。よかったらチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それでは良い一日を。